おはよう。今から写真集の温泉行ってくる？いってらっしゃい。ゲットありがとう。今日の朝はなんか寒くて、今日の朝寒くない？寒いけさ、上着羽織った。寒い。寒暖差がすごい。そうだよ、みんな今日の18時だっけ、今日の18時に生誕祭の当落発表があるよ。楽しみ。みんな教えてね、どうだったか。あ、ドゥームズしてた？ドゥームズ。そうだ、昨日は花だれ公演ありがとうございました。影穴から登場しまして、昨日はひめたんさんと影穴ね。で、前回の東京の花だれ公演の時も影穴任せてもらって2回連続しました。ジョキで、前回の東京の時はソラハさんとやって、曇り、あ、今日曇りなんだ。ドキドキ。ギフトありがとう。生誕祭。16歳言う時、いや結構緊張するんよ毎回。 ちゃんと16歳って言わなきゃっていうプレッシャーがあって、なんか自分に言い聞かせて、16歳って言いなさいって自分に言い聞かせて、もう ドキドキしながら言ってる。自己紹介。聞いてありがとう。そう、昨日は山口でしたね。いや、モバメでも送ったんですけど、昨日のお弁当がめっちゃ美味しくて、あれは革命を起こしましたね。いや本当に、いや全部美味しかったんですけど、まあ全部食べてないけどね、半分くらいしか食べてないけど、右下にあった麻婆豆腐が美味しすぎて。いや、結構麻婆豆腐好きなんですよ。なんかなかなか食べる時ないけどさ、
麻婆豆腐結構好きだからさ、最高。でも本当に種類がありすぎて、多分6種類とか5種類6種類ぐらいあったんですよ。本当にいっぱいあって、その中から選び抜かれたのが焼き餃子さん。でもそのお弁当の種類によっても、その麻婆豆腐の部分が麻婆豆腐か、なんか何だったっけな、あれ麺だっけ、春雨みたいなやつ、なんかお弁当の種類によってもその下のとこが違って、いやこれは麻婆豆腐でしょと思って焼き餃子にしました。そう、でリオが悩んでたんですよ。でその時一緒に千穂さんも一緒に悩んでて千穂さんもめっちゃ悩んでて、一緒になんか種類あって選べんやねみたいな、なって、ニンニク抜きか、それはちょっと怪しいですね。あ、ニラは入ってました。ニラは入ってたので、ちょっとニラ臭いかもしれない。ニンニクが入ってたかはちょっと分かんないけど、ニラは入ってました。ニラは入ってたけど、まあ、でもね、あのノアピも同じ焼き餃子のやつ選んでたから仲間がいるので大丈夫ですそう、一人じゃない、仲間がいます。餃子仲間がいるので、昨日ノアピも同じの食べてたから大丈夫。リオだけじゃない。ニラの子が考えました。最悪。ニラの子が考えました。で今日はアイドルスター、スター、この前もアイドルスター出させてもらってたくさん出れて嬉しい。受験さんありがとうございます。フォローしてください。しかも今日ヒューリックホールだよね。ヒューリックホールはリオ東京の花だれで出たんですけど、めっちゃ広かった。広かった思い出。ゲットありがとう。結構好きな会場だったかも。なんかリオね、個人的にはなんかなんて言うんだろう、箱が小さい会場、小さめの会場もそのファンの方との距離が近いし、ファンの方からしたら
後ろの方も見えやすいからいいんですけど、なんか距離感が近くてそれもそれで良きなんですけど、個人的には箱が大きい会場の方が好きで、なんかのびのび踊れるんですよ。小さかったら本当にもうあの周りの人に当たったらお互いが怪我するし危ないから、そんなにあの思い切ってあの大きく全力で踊れないから、個人的には大きい会場の方がなんていうんだ、大きく踊れる。そりゃそうか。あとリオが結構重視リオが重視してるのは楽屋が狭いか広いかもうめっちゃあのあれなんですよ、左右される。広いと本当に嬉しくて、なんか狭いと通れないし、道が通れないし、あの楽屋大事。リオ楽屋が大事かもしれない。結構みんなか。55分になったら何時もね。そうだ、皆さん TikTok 見ました？モバメでも送ったんですけど、あの ST の公式 TikTok で僕らの春夏秋冬をねリレーダンスしております。花だれ、東京の花だれの時に本番前に撮りました。ブルーライブは客席が寒い。寒いの？そうなん。あ、でもね、ブルーライブはね会場全体にエアコンが多分作れるから、あのメンバーがめっちゃ暑いから多分エアコンをつけてくださってて、まあそれでもめちゃめちゃ暑いんですけど多分ファンの人は寒い気がする、踊らないから背景合成？なんで？全然合成じゃないよ。合成に見えた？光の加減かな。過去のリオツンのもコメントしといた。え、嬉しい。
昨日寝れなくて急に自分の部屋の掃除をし始めたんですよ。なんかさ、変な時にさ掃除のスイッチ入らないですか。なんか昨日寝れなくて、でなんか寝れなかったら急に掃除のスイッチが入って、自分の部屋の掃除をし始めました。あ、時間だ。誕生日見ます。13位テトリス5さん、ありがとう。14位、間違えちゃう。12位ディノットさん、ありがとう。11位徳島のイーくんさん、ありがとう。10位バックスさん、ありがとう。9位門町さん、ありがとう。8位シャガラピーさん、ありがとう。7位日傘のたけさん、ありがとう。6位ジデマリさん、ありがとう。5位ゆうきあきたさん、ありがとう。4位すずかさん、ありがとう。3位まじゅうさん、ありがとう。2位コアラさん、ありがとう。そして1位はドゥル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 ルバン、よしこっこくんさん、ありがとう。アイドルスター、スタースター、どんなポーズだろう。スター、アイドルスター。皆さん今日はアイドルスターです。ヒューリックホールであります。ぜひ来てくれたら嬉しいな。あとあのお話し会の再販始まってるんですけど、なんと嬉しいことにリアルお話し会12月8日全完売となります。ありがとうございます。フルブス、あの皆さんがミッションを達成したしてくれたおかげです。ありがとうございます。フルブス全完売です。ありがとうございます。嬉しい限りです。ありがとうございます。なのでもう お申し込みができるところが今回の再販はないので、ありがたく。1位よしかっこくん、ありがとう。リオと話したかった？また来てね。11番目シングル来てください。ありがとう。それでは皆さん、あ、昨日リオツンブログ載ってるので読んでください。毎週載せております。毎週載せておりますので、皆さん読んでください。それではバイバーイ。バイツー。